はい、いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する着物男子バオシン地球の旅人です。今回はワインの町山梨県甲州市勝沼町でワイナリー巡りをします。この動画が面白かったら熱い高評価とチャンネル登録をお願いします。勝沼ぶどう郷駅の改札を出るとこんなにも素晴らしい光景が。しかしちょっと待ってください。勝沼町に着いたのはいいものの、どうやってワイナリーを巡ればいいのか困りますよね。そんな時に便利なのが市民バスです。このバスにはワインとブドウという2つの運行コースが用意されています。どちらのコースでも1回の乗車で運賃が300円、どの停留所で乗ったとしても運賃は変わりません。ブドウ畑を見ながら走るブドウ色の観光バス、素敵だと思いました。というわけで、ぜひ最後までこの動画を見ていってください。それでは今回の旅を始めましょう。土地勘全くないのですごく適当に降りてしまったんですけれども、最初のワイナリーはシャンモリワイン森田甲州ワイナリーさんです。もし読み方が間違っていたらすみません。では早速ワイナリーに入ってみましょう。こちらのワイナリーは土曜日、日曜日、祝日に工場見学ができるようです。このポスター驚いたんですが、この QR コードをスマートフォンで読むとワイナリーの YouTube 動画が視聴できるようです。中はこんな感じです。ワインがいっぱい、すごいですね。そしてこんなグッズもありました。テイスティングの方法はまず110円を払ってテイスティング用のグラスを買います。この日試飲できたのは8種類のワインでした。スタッフの方に聞くと、山梨県で栽培している甲州というブドウで作ったという白ワインを勧められました。まずは1番のワインからテイスティング。辛口の白ワイン、とても美しい透明感です。さて一口飲んでみましょう。あー、確かに上品な辛口と説明があったように、口の中でワインの芳醇な香りが広がります。とても美味しい。続いてはこの2番の白ワイン。こちらはすっきりした辛口と説明がありましたが、どうでしょうか。ああ、これも素晴らしいですね。口に含んでから喉の奥で柔らかい香りが鼻から抜けていく感じです。試飲が終わりました。とても美味しかったので、記念にワインを1本買いました。このワインの名前は祈りの収穫。ヴィンテージ2019。日本国内で育てたブドウを 100% 使用しているそうです。このワイナリーには初めて来ましたが、ワイン好きの僕にはまるで天国ですね。帰ってから実際に飲んでみると、果実感たっぷりの甘口で飲みやすい口当たりでした。女性は特に好きかもしれません。再びバスに乗ります。市民バスを降りて数分歩くと、僕の目の前にとっても立派な建物が。シャトー勝沼さん。2軒目のワイナリーです。でも、すみません。行ってみたら、この日の営業時間終わってました。本当にすみません。ただ、とても評判のいいワイナリーさんで、同じ敷地内にレストランもあるそうですし、せっかくなのでご紹介させてください。さてここからは歩きます。次の目的地に行く途中で先ほどのシャトー勝沼さん所有のブドウ畑を見ました。ワインに加工するためのブドウはこのように育てられていることが分かって嬉しかったですね。さてこの動画で最後に訪れるのは、厳密にはワイナリーではないのですが、とても評判が良いと聞いてきました。
勝沼縁側茶房さんと言います。営業日は毎週土曜日、日曜日、そして祝日の古民家を再利用したカフェだそうで、僕の感想ですが、まるで親戚の家に遊びに行ったような居心地の良さを感じました。メニューはこんな感じです。こちらがドリンクメニュー、こちらがフードメニュー。今回の僕のオーダーは山梨県産甲州で作ったスパークリングワインと刺身こんにゃくです。まずはスパークリングワインからいただきます。あー、なるほど。口の中でフルーティーなワインの風味が炭酸によって弾ける感じがします。とても美味しいです。さて、今度は刺身こんにゃくをいただいてみます。この特製ダレをつけて一口。美味しい。もう一度。本当に美味しい。というわけで、あっという間に食べ終わりました。勝沼縁側茶房さん、ごちそうさまでした。お腹も心も満腹になったところで、だいぶ日も暮れてきました。この坂の向こうに駅があります。この旅もそろそろ終わりのようです。今回の動画はいかがだったでしょうか。今回は勝沼町にある2つのワイナリーを紹介しました。森田甲州ワイナリーさん、シャトー勝沼さん、そしてワインと一緒に勝沼町の料理を楽しめる勝沼縁側茶房さんにも足を運びました。日帰り旅行ではありましたが、とても満足した旅になりました。この動画を見て面白いと思っていただけたら僕も嬉しいです。いつも僕の動画にいいねやコメントをつけてくださり、本当にありがとうございます。動画に対するご意見やご感想は毎回の動画作りのエネルギーです。僕は今後も面白いと思っていただける動画を作り続けますので、最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。